つもお世話になっています。ヒロです。今日は、今からでも間に合う、ポケモンカード151の、抽選予約情報をまとめました。全国に展開しているお店の抽選情報をまとめています。4月にスノーハザードとクレイバーストが発売された際に、当日に店舗販売をしたお店も、今回は抽選販売を実施しています。前回よりも、当日販売を実施するお店は少なくなると考えられるため、抽選はなるべく申し込むのが良いかと思われます。この表を見てみると、抽選締め切りが、明日の日曜日までとなっているお店が多いので、申し込みをしたい方は、すぐに申し込みましょう。抽選申し込み方法がウェブのものは、概要欄に URL を貼っていますので、そこから申し込みをすると良いと思います。駿河屋やトレカライザスは、Twitter において、公式アカウントのフォローと、特定のツイートに対して、リツイートをするというような方法となっています。全国に展開しているカードボックスは、各店舗ごとに、店頭に QR コードがあり、それを読み取り、申し込みを行うような方法をとっています。各店舗ごとに、締め切り日や、当選発表日が異なるので、ご注意ください。今のところ、クレイバーストほど買いにくいパックになるとは、考えられませんが、人気のリザードンや、エリカが収録されるので、私は、申し込めるところは、すべて申し込むつもりです。今後もポケカの情報が入り次第、展開いたしますので、高評価とチャンネル登録をよろしく、お願いいたします。